次に田中康夫君はい田中康夫君、えー、与党統一会派の国民新党新党日本の田中康夫でございます、えー、まず最初にまああの今回、えー、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び関す管理に関する法律案という形でございましてこれはそのまあ公共施設と運営権の設定でまあこれにまあ括弧コンセッションと書いてございます。 まあ、あのコンセッションという単語はです、ねまあ、あの容認とか免許という意味もございますが同時に、まあ、採掘権とか利権という意味もあるわけでございますからぜひこれがです、ね、一部の,あの国益がですね いつの間にかあの国会議員駅になってしまったりです、ね、あの国会議員後援会駅になってしまってはこれは山積と同じであの無駄でございますやはり国民駅になるということが大事であろうということをお願い申し上げたいと思います、えー、その中においてあの大阪国際空港というのが年間1461万人平成21年度で,です、ねえー、利用者がございます この件に関して、あの大畑さんからです、ね、率直なご見解を受けたればと思いまわれ大大先ほど、田中議員の方から、今回のさまざまな法改正の結果として、一部の方々の利益に寄与するような形になっては困る。 国民の利益、国民益になるようにと、こういう冒頭のお話がございましたが、私もそのような形で物事が進むように努めてまいりたいと思います。なお、今お話のように、この飛行場は大変有効に活用されておりまして、この地域の方でも大変大事な飛行場だと考えております。 この今回、こういう形で、いわゆるコンセッション、公共施設等、運営権の設定というものを行いますけれども、ぜひ、この今回の法改正において、それぞれ関西空港も伊丹空港も、国民の利益にかなうような形で、より大き国民のために使われるような形になるように努力をしていきたいと考えております。 田中康夫君、はい、あの両空港、とりわけ現在の伊丹の空港に関してもです、ね、国民の利益になるようにという大変頼もしいご発言でございました、実はあの私はあの、まあ、東京で生まれて、まあ、長野県で幼少時代を過ごし、まあ、東京に戻りまして、その後、まあ、あの長野県というところで知事を6年務めましたが、今はあの縁ありまして、尼崎市と。 いいう場所が選挙区でございますでなぜこの伊丹空港がこれだけ利用者がいるのかということはです、ね、やはりコンシューマーインというプロダクトアウト供給側の都合でなく消費側の希望ということに根ざして考えなくてはいけないと思っております。まあ、あのこの私のの市というのは伊丹から車で約もう 阪神高速の池田線と名神高速の尼崎インターチェンジを使いますと15分であの町の中心部の私の住居や事務所まで行くことができますですからまあ東京から含めてですね現在の新幹線を利用するよりも早いまああの2時間もあれば行くわけですねするとまああの大変僭越ですが仙台や名古屋の選挙区の方よりも非常に近い1往復半1日できてしまうと。 まあ、国会議員には航空パスもございますが、あのいささか、生意気を申し上げますと私、私、全日空のです、ね、プレミアパスという、年間300万円で300回乗り放題というパスをあの衆議院議員になってから利用いたしておりまして、大変に重宝しております。で この伊丹空港をですね。廃校にした方がいいんじゃないかというようなことをおっしゃる方がいいんですが、これはまさにコンシューマーインではないと私は思っております。すなわち、このことはですね。川崎市や横浜市の方にですね。君たちは。 えー、国内線も羽田空港を廃止するから成田の空港まで行きなさいと調布の空港まで行きなさいと横田の空港まで行きなさいと言っているようなです、ね、お話でございましてこれこそあの、机上の空論のです、ね、計画経済のようなです、ねえー、能面倉敦ら的発想ではないかと私は思っておりますでなぜこういうことを申し上げるかというと皆様、あのミラノにはです、ね、空港があの2つ、まあえー、ベルガモの空港も入れますと3つございます。 でこのリナーテという空港は、まあ、町から、まあ、直線距離で 5, 分あ5キロくらいでございますがこの空港をです、ねまあ、廃校というようなスキームの中で、えー、郊外に設けましたマルペンサという空港にです、ね、統合しようという動きがございましたしかし、このリナーテの空港は現在でもです、ね、パリ、ロンドン、フランクフルト、えー、あるいはアムステルダムというところにです、ね、ビジネス便のみならず多くの便が飛んでおります。私もあのイタリアに え旅行に今は結婚しましたが妻、以前は恋人でございますが <laughs> あと行くときはあのフランクフルトまでおおむね全日空の便で行ってそこからルフトハンザに乗り換えてリナーテに入ってリナーテでレンタカーを借りるという形でございましたでこのリナーテの空港というのは実は霧が多くてですね冬場は結婚することも多いと。 でですので、まあ、リナーテに行きましてレンタカーも戻してしまうとです、ね、いやトリノから出るんだとかです、ね、マルペンサから出るんだといって、まあ、移動バスに乗るというような形がございますしかしこうしたハンディキャップを持ってもなぜリナーテがあるかといえばこれはコンシューマンインの空港だからなわけでございますあの中にはいやあの関空に、もちろん、関空をです、ね、作られたものでありますし2つの滑走路マンですから有効活用するということは大事なことでございますが。 関空までまあリニアを引こうとあの先ほどの竹本議員のご意見ということではなくて一般論としてありますがただ、これをです、ね、JR 西日本や JR 東海が果たしてやるかと新大阪の駅や梅田の駅からだってこれをすればです、ね、自分たちの福岡のです、ね、新幹線とあるいは東京,の、まあ、東京はリニアの話もあるかもしれませんが福岡の新幹線をですね 逆に強豪相手に敵に塩を送るような話なわけですからこれはもう現非現実的なお話なんでございますですから、このゆえにですね伊丹の空港に関しましては皆様ご存じのように、まあ、大阪国際空港周辺都市対策協議会と11市況と、まあ、豊中市、池田市、えー、大阪市吹田市、伊丹市 宝塚市、川西市、尼崎市、西宮市、芦屋市と、そして箕、ま、面、あ、市というのも入っております、まあ、なぜか箕面の方は、関空をやめようというような方が首長を務めてらっしゃるそうですが、箕、ま、面、あ、には箕面さんのお猿さんがたくさんいる、しかし、猿よりは人口は人間の方が箕面とって多いわけでございますから。 人間の今週満員に立てばこの空港を有効活用すると、とそしてこの地域の方々はですねまさに空港維持の費用負担も行った上でこれを活用していこうということです、安全ではないんじゃないかというようなことをおっしゃる方がいます、しかしそういうことを申し上げればですねあのアムステルダムのスキポールをはじめとする空港というのも都市部にあるわけでございますからそうなれば全部空港は山の中に作らなきゃいけないということでございます。ちょっとともう一度ですねぜひ大臣からこの痛みと 今ある私どもの社会的共通資本というものはです、ね、有効に使うということが私は必要だと思っておりますので、改めてご所見を伺えればと思います。委員長大大臣あのただいま海外の飛行場空、空港の例もお示しいただきながら、痛みの空港の位置づけについての見解はいかにというご質問をいただきました。 私もその利用者がいて、初めて物事が成り立つわけでありまして、その利用者の方々にとって、どのような位置づけなのかと、こういうことは大変大事な視点でありまして、従いまして、今回、この2つの拠点空港が1つの形で運営すると、こういうことにいたすわけでありますが、その背景には、やはり、 基盤として、ですね利用者の方々のこのご意見、ご意向というのは大変大事であります、同時に関連する自治体の方々のご意見も踏まえてやっていかなければならないわけでありますが、いずれにしても今後、一つの体系として動くわけでありまして、民間のこの 企業の自主性というものは尊重をしなければならないと思いますが、いずれにしても私は伊丹空港というのは、大変地域の方々にとっても、また今ご指摘いただきましたように、利用している方々にとっては、大変大事な空港であると、こういう認識は同じくしているところであります田中康夫君。 はい、ありがとうございます。まあ、あの、今回のバランスシートの改善にあたっては、伊丹のキャッシュフローから生み出される事業価値や不動産価値も含めてフル活用するということでございますから、あ、それはやはり広い意味で伊丹の空港の周辺の方も今回の法案をですね。認めるという形でございますから、ぜひご留意いただきたいと思います。で、一方でその関西国際空港でございます。で、この関西国際空港に関して、あの大阪府の橋本徹知事が2009年の11月30日にですね。 国から申し入れがあれば受け入れる方向で考えたいとこの受け入れるというのは何かというとですね普天間の飛行場問題が膠着している中においてですね私たち国民が広くきちんと 認識を深めてていここううということでおおっっしゃっております、まあ、その後、2010年の11月30日には、えー、経営統合が決まる前に政府から軍用の話を持ちかけられていえば検討もあり得たが、まあ、政治状況が日々刻々と変わっているという形で少しあの距離を置かれた言葉もございましたしかしまあ昨日、皆様ご存知のように米軍の上院軍事委員会のですね重鎮たちがですね与野党を超えてですね あのこの普天間の飛行場のいわゆる辺野古への移設ということはもう非現実的であると、そしてこのことを嘉手ダに統合せねばというようなこともおっしゃっております、でこうしたまあ日々、国々政治状況が変わるという中において、えー、防衛庁から、署から今日はあはお忙しい中、あの副大臣にお越しいただと思いますので、ちょっとご見解を伺いたいと思います。<上>小川防衛副大臣 お答えをいたします委員からもご指摘がございましたように、沖縄の負担軽減を日本全体でというふうに政府全体で考えておるときに、大阪府の知事から日本全体で考えていこう、大阪もその考える一員であるというご発言をいただき、大変温かいお申し越しと感じたのを覚えております。しかしながら、普天間基地の移設には、さまざまな要件、制約がございまして、さまざまな検討の結果、 関西空港に普天間基地の移設ということが叶わなかったものと理解をいたしております。また今レビン米軍米国の上院軍事委員長のご発言を出されましたけれども。 これからの移設問題について、いろいろな進展、あるいは変化があるかもしれませんけれども、現時点では私ども政府といたしましては、辺野古に決めて活動をいたしておることを併せてご答弁させていただきたいというふうに思います。田中子君、まあ、あの私のの今回の 震災というのは開幕以来の事態でありますから、新しい方程式を作らなければいけないということを私は申し上げてきております、その意味でいうと、この沖縄の問題というものもです、ねえー、上院の軍事委員会が述べたということは、これは、えー、同様にです、ねあのー、移設の経費等の査定権限を持っているわけでございますから、国防省総省やあの国務省と。 いうものもですね。この意向にですね。一定のですね。認識を深めなければいけないという冷徹な現実がございます。ぜひあのこの問題に関してもですね。あの、国家的に新しい法的をどう作るのかということを一緒に考え、実行したいと思っております。で、時間がだいぶ来ておりますので、あの今日ホンダ。あ マサル航空局長にお聞きしたいいと思います実はの沖縄という場所は非常にあの東南アジアに近いというロジスティクス上の利点がございます、でこれを踏まえて、まあ、あの全日空、実、ま、質、あ、的にはエアジャパンというカ、えー看護を専門に行っている会社がです、ね、沖縄ハブ構想というものを、えー、2009年くらいから行いましてです、ね、で年間40万トンの物流ができるようにすると。国内の様々な場所から沖縄にに深夜に、えー え荷物をフライターあるいはですね、まあ、一般の航空機の中のベリースペースを使って運ぶとそしてそれをあの、えー、海外のですね、えー、まさにあの台湾あるいは香港それからえソウル、上海、バンコクと。 夕方に朝届けて、ですね午前中にはそこで、えー、オフィス街に荷物が届くと、逆に、えー、それらの5つの拠点からも沖縄に届いて日本に荷物が届くという形でございます、でこれをですねやはり私は国家的なプロジェクトとして、沖縄の振興だけでなくて、日本のアジアの一員としてですね進めるべきであろうと、支援をするべきであろうと思っておりますが、本田局長からご見解をお願いいたします本田航空局長。 お答えを申し上げますただいまご指摘ありましたとおり、那覇空港自体の立地が、アジアの主要都市から比較的遠距離にあるということに着眼して、これらの都市を結ぶ国際航空物流の中継地点として、那覇空港を活用しよう、これはちょうど沖縄県が進めておられます、国際物流拠点形成構想、この支援にもなるということで、ご案内のとおり、全日空が、 平成21年10年月からスタートトしたプロジェクトでございます私どももこのプロジェクトの重要性に鑑み、空港内の貨物エプロンの整備のほか、航空機燃料税、あるいは着陸料等の大幅な軽減を実施しておりますとともに、国際航空政策の分野でも、フォワーダーによるチャーターを認めるといった規制緩和、こういったものを行うことによって、こうした物流の推進の支援をさせていただきたいと考えております。 田中康夫君。はい、あの時間が参りましたが、同時に沖縄からのですね、あのに運んだ。 飛行機に沖縄の物産果物であったりですね、あるいは花のカキというものを積むこともできます。ご存知のようにあのスキポール空港はですね、えー、日本の検疫官が行って、そしてスキポールで検疫をしてあの花をオランダから運ぶことによってですね、日本の空港に到着してすぐに市場に届くという形であります。ぜひともこれはですね、あの全日本空輸という一会社の仕事ではなくですね、日本全体のですね沖縄 だけではなく、聞いては日本のですね、あの繁栄のためにと思っております。本当はあの新千歳国際空港に関しましてもですね、ご存知のようにあのシンガポールからニューヨークまでは直行便が旅客は飛ぶようになっても、看護というのは大変に重いので、いまだアンカレッジであったりに。 到着しておりますが、千歳の場所のですね、看護というものを24時間の中で,です、ね、より充実をさせていけばです、ねえー、欧州から、北米から届いたものが日本で荷物をそこで中型機に小型機に仕分けをしてアジアへと届けると、まさに日本がファーイーストと呼ばれているのは極東の外れなのではなく、まさに、えー、アメリカ、そしてアジア、オセアニア、ロシアという、良、えー、い意味で、 要の場所にあるという点もお話ししたいと思いますが時間が来ましたので次回にもいたしたいと思いますそれではこれにて私の質問を終わりますありがとうございます